はい、ポークウインナーのマニア、ユッキーです。今回は食べるのはアルトバイエルン、伊藤ハムです。アルトバイエルン来ました。熟成ウインナー市場、購買金額シェアナンバーワンですね。と書いてあります。72時間熟成、コク深みの粗挽き。と書いてあります。はい。腹が減った。容量がですね、127g 入ってまして、日本ハムの、シャウエッセンと同じグラム数ですね。確実にこれはシャウエッセンと同じですね。うん。まあ、127g が2袋入ってるんで、入ってて値段も、シャウエッセンと同じで350円ぐらい。350円ぐらいか。税抜き350円。税込み380円ぐらいですかね。うん。そんぐらいでした。コク深みの粗挽き。確かな、肉粒感を感じつつも、熟成ウインナーな、ならではの、心地よい口当たりです。伝承熟成製法によるエイジングから、生まれるコクをさらに深くするために、香辛料などの、種類や配合を考えています。コク余韻をお楽しみいただけるウインナーです。だそうです。今日はですね、最近ね、ご飯と一緒にこのウインナーを食べると、食が進む。いただきまーす。なんか味が薄い。なんか味が薄いぞ。なんかしょっぱくない感じ。なんかね、あんまりしょっぱくない。ような気がする。多分、あんまり多分、食塩入ってねえんじゃねえかな。うん。薄味ですね。個人的には、シャウエッセンの方が美味しい。の方が、しょっぱいのが俺好きなんで。こんな感じかな。多分ね。こういうのって結局、食べ比べしないと、どこわからんかな。
これ三つ星だな。うん。別に、値段も高いし、まあ、大して、おすすめではないです。お疲れ様でした。